金森氏は日本の士族の一つ。美濃の姓は源氏流と騎士党首の時なりよりのこの一人で、ある定頼が領地を美濃山形軍を大桑に持ったことから大桑氏を称し、後に船田合戦の功によって、領を美濃時軍大旗に移したことにより大旗氏を称した。そして、定頼のこの大旗正金は後に大見国の金森村に今日移し、 金森伊勢を称したという伝承がある。戦国時代の当主、金森長近は織田信長に仕え、斎藤氏攻略戦、長篠の戦いなどで活躍。その後、ヘッジ前攻略に功があり、天正三年越前王のうちに、三王信長から配慮して、大名となった。越前を拠点としたため、一時は柴田勝家の寄り木となるが、勝家が滅ぼされた後は、 橋場秀吉に従った。同天正三年長勤が、織田家に人質としてきた頃から面倒を見ていた、長屋義蔵の長屋証言慶重の子を養子として、迎え、九条八万城主、遠藤義隆の娘、室町伝を妻に迎えた。二人の間に生まれた子が、後に佐藤荘和流の祖となる、金森荘和である。天正十年二月。 信長から兵部大輔を拝命し、そして同年生4位下兵部教となった。天正13年に、日騨国攻略を命ぜられ、越前大野は取り上げられた。翌年、日騨国主として任ぜられ、鉱山城を築いた。慶長5年に行われた、関ヶ原の戦いでは、東軍の徳川家康方につき、戦後鉱山藩主となった。また、家康から、 ミノの上内藩と河内国近殿を配慮した。日ガの管理は、養子の荷重に任せ、自身は上内に小倉山次郎を構えて住居した。慶長13年に長金が死去すると、長金がミノの板取長屋市から養子として迎えた荷重が、後目を相続した。長金実施の長江は、長金なき後、上内藩と金田の領主となったが、 慶長16年に7歳で養成し、上内藩は幕府に没収された。元長元年うるう6月に荷重が謎の死を遂げると、後目は茂頼が継いだ。茂頼は、長金の子、伊藤治名の子で、源氏の地の入れ替えが行われた。飛田国金森藩は、その後、よりなおよりなり以来と108年続いたが、大の時代の元六五年に、突如飛田一国を没収され、 江和上の山藩に違法となり、また三年後、美濃の愚上八幡藩に再違法された。法暦八年、藩主、来二式は、江戸幕府に、藩政の不始末、神社の権限をめぐる糸白騒動、などを咎められ、金森家は改役された。来二式の子たちも連座したが、名は三年赦免され、仏王の来京が、天命八年に千五百票で名跡を継ぎ、子孫は、 旗本寄り合い席として存続した。また、重寄りの弟の重勝が文家、金森左京家を高山藩内に起こしており、本家会役後は越前国に移され、三前国の旗本、交代寄り合い表を五礼衆として存続した。長金荷重は千里休の弟子として茶道に優れており、古田織部などとも茶の湯を通じて信仰があった。 利休が秀吉に切腹を命じられた際、長男の仙道康を一時期鉱山にかくまっていた。後に荷重に拝着された金森茂近は、道安が鉱山に逃げている際に、その佐道を受け継いだことで茶人として、生涯を送り、後日、自身の総和流を起こしている。茂近の子、片氏が加賀藩に仕えたため、総和流の金森氏は加賀で存続したが、 金森氏の血筋は江戸中期に断絶した。また、長勤の兄弟の聖勤も信長や秀吉に仕えた。その後、和義は関ヶ原の合戦で西軍につき、大阪冬の陣にも参戦したが、夏の陣には参加せず、尾張徳川家に士官子,子孫は藩士として続いた。長勤は源氏の時氏の所流として、姫野の氏、佐藤氏などと、 縁石関係にあったが、果樹は、藤原氏の長屋氏の一族として、安藤森なり、遠藤義孝、長江氏、稲葉氏、長江氏などとも、縁石関係があり金森家の中は、地が交錯することになり、一時期は相当複雑な関係であった。安楽安作殿も、この金森一族で低金の子だと伝える。ただし疑問詞もされている。太線は、実詞、細線は用詞。 時成より、大畑貞より、金森忠金、正金長金一正秀、和吉長典長公家十二伊藤春明、坂井重澄へ、勝重より三重金、重直樹順より直四方氏、金友よりなり五方一、加江、来二六信親、金中華漢地金、金京、第二式七。 金利来京、井上正時よりもと。金強化とも。金下月に。金明十人。重期。大佐尾。よりゆき。金流院、臨済衆大徳寺。ありがとうございます。